ありがとうございます。それでは乾杯の方ですね、まあ、金井教会の顧問であられます徳田和明さんお見えでございます。どうも一つよろしくお願いします。こんにちは、霧島市金井教会の徳田和明です。この度はこんな立派な竣工祈願出していただきまして本当にありがとうございます。皆さんのおかげをもちましてカヌーの愛好家にとりましても環境整備ができましたので、競技としてももっともっと頑張っていき、そしてこの青森川が誰みんなの方に愛され、決して悲しい事故の起きるような川にならないようにみんなで整備をしていきたいというふうに考えております。ライオンズクラブの皆さんを今日はご一緒させていただきまして本当にありがとうございます。それでは皆さんご唱をお願いします。カヌーの発着場の完成を記念して乾杯いたします。乾杯。どうも、それではご歓談くださいませ。あとでですね、なんかギタリストがお見えになってて、歌っていただけるというような催しもあるようです。カラオケはありませんけど、バックなしで大谷になる方がいらっしゃいましたらどんどん歌ってください。よろしくお願いします。こんにちは、帰ってきておりますが、特にこの季節は帰ってくるのが楽しみです。まあ、東京の方も花が今満開でありまして、ただ東京の方の花見は毎朝早く行ってですね、場所を取らんなでけんというようなところですが、このふるさとは至る所にこういう花見の素晴らしいロケーションがあります。それでは先ほどもご挨拶をさせていただきましたが、カヌー協会の方々に本当に心からお祝いを申し上げたいと思います。実は今挨拶をされました平原さんが、この下流の数箇所は実はもう絵を描いてもらってますんで、しっかりと今お願いをしまして、今年はなんとか下流の方もなると思いますので、あの教会の皆さん方にはまた期待をしていただきたいと思います。どうも本日はおめでとうございました。では次高校で下流を始めます平川秀です。よろしくお願いします。こんにちは、次下流の施設に入る役立ちです。よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。岩スポーツクラブでカヌーやってます。よろしくお願いします。コースをしつつ、私自身ドラゴンボートチームで、シラムイという、水俣のチームに入っています。パワーブラザーズさんと一緒に練習させていただいて、毎回自分も勉強をしながら、練習を楽しくさせていただきます。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。伊佐の林高校でですね、農業を教えています茂田と申します。農業大好きです。鹿児島県はですね、農業で続いているので、一生懸命農業を教えていきたいと思います。その中でですね、水を使うということで、ボートを使うですね、そういうところでも、今お話していただいております。よろしくお願いします。本校から来ました山岸と申します。娘は先ほどで失礼しましたの山岸七海と申します。まあ、いずれ国会に出るだろう、分かんないけど、行くも出るんじゃないかという、僕も期待を受けまして、一生懸命に話したら、便利ですが、夏は近郊の方だとかしますので、小学校の方でやってますので、ゆっくりバックしたら、来ていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お宮の、宮の立ち、高田山と、新吉と申します。よろしくお願いします。
は、アモリガをホームにして、モンキーたちがドラゴンボール、ドラゴンボードチームの、アブラザーズ3のキャプテンの黒岩と申します。毎週土曜日にここホームにして、練習をしております。もしやられたい方がいらっしゃいましたらいつでもメンバー募集してますんで、どうぞ声をかけてください。以上です。ずっと弾いています。あそこでそれで私やピアニストの人がいらっしゃればまた仲間を増やしてですね、いろんな人にピアノを弾いてもらおうかなと思っています。で来月になったら今度は都城の方にまたピアノを出る話があります。それをどんどん増やしてですね、鹿児島というのはピアノがいっぱいある、音楽がいっぱいある、海に行ったら花もあるというところに来ていただきます。それからここでちょっと宣伝をさせていただきます。11月20日ですね、いい夫婦の日、今年ですね、今年シビックセンターの2階の多目的ホールで大ホールがあるんですけど、そこにニューヨークからジャズピアニストを呼んでライブをやります。特に三上さんという方で、グレン・ミラーオーケストラ、ライオネル・ハンプトンなんかと共演をされた世界最高のピアニストの一人です。その人を安い金額で皆さんが見れるように、教育委員会の方ともいろいろ努力しながら推進していくので、まだアマチュアの僕たちが主催するあれで、まだチラシとか券はまだできてませんけど、またいろんな公共施設とかいろんな皆様の来てるところにまた紹介して、また中国と霧島が少しでも近づくようにですね、その方を10年間ぐらいのようにして復活活動をまた地道にやっていこうと考えております。よろしくお願いします。私は今、創始在住で鹿屋で働いておりますが、また田上先生の力でアイレイサー地域振興局に帰ってきたいと思いますので、はい、それまでまた待っててください。私は福島の方でカトレアユージのところと、それからカトレアファイルメンというのを経営しております。あ、まあ、来年4月からですね、幼稚園保育所が一本化されます。まあ、ご承知の通り、幼稚園は文部科学省、保育園は厚生労働省なんですが、これが一本化されるということで、新たなスタートを迎え、今非常にその作業にいろいろ頑張っているところでございます。まあ、一つ我々のですね、今この子どもたちの次を担う子どもたちのためにですね、我々も地域のために一生懸命頑張っていきたいというふうに考えますので、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。この間ありがとうございます。この言葉もさらに引き上げられるようにぜひお願いします。ありがとうございます。ニトリの裏側にあります宮殿の牛毛でございます。なんか電線が低いというお話がありましたけど、一番下の電線はですね、多分通信ケーブルでございますので、少々当たっても汚い限り大丈夫でございますので、安心して、いただければと思います。